八尾くに、どこに行ったんだろう。あんな奴、どこに行こうがどうでもいいだろう。ヒロマサ、八尾くにが草薙の剣を届けてくれたから、ヤマタノオロチに勝てたでしょ。ヤマタノオロチが復活したのもあいつのせいだろう。もういい。話は終わりだ。こちらは陰陽師の生命様のお屋敷でしょうか。はい、そうですよ。小津と言います。生命様にお願いしたいことがありまして。何かすごく悩んでいるみたい。私にどんな用だ。はい、実はうちの近くに小さな漁村があって、最近恐ろしいことが起こったんです。ある夜、波に乗ってぼんやりとしていたら、突然女性が一人ふらふらと海へ。私は驚いて走り寄って、全力で彼女を止めようとしました。そしたら、彼女が眠ったまま歩いていることに気がついたんです。次の日の夜もまた同じところへ眠ったまま歩いていく人がいました。まるで何かに吸い寄せられているように。その次の日も、また次の日も同じでした。すごく怖くて、海に何か悪鬼がいるんじゃないかと。このままだと私たち水族も安心していられません。どうやら深刻な状況のようですね。確かに放っておけないな。調べに行くぞ。ここの浜辺です。生命様、眠ったまま歩く人たちは皆ここに来るんです。おい、生命、向こうに変な歩き方をしている女がいる。まさかあいつも？あの姿、見覚えがある。追いかけて見てみましょう。生命さん？八尾国、なぜここにいる？村人の無指を調べるために来ました。生命さんも同じ剣で来たのでしょ。ああ、小津に頼まれてこの剣を調査しに来た。なんだか八尾国は前とちょっと違う気がするけど、何が変わったのかよくわからない。ヒロマサ様、八尾国様と話したくなくてわざと目をそらしましたね。それ以上言うと海に投げ入れるぞ、犬から。琥珀は犬じゃありません。狐の式神です。海に投げ入れる。何か手がかりはあったのか、八尾君。手がかりといっても、実はつい先ほど自分の霊力を封じたのです。霊力を封じたって、お前自分を妖怪の標的にして探すつもりなのか。さすが生命さ、全くその通りです。しかしそれは相当危ないやり方だ。忘れないでください、私は死なないのですよ。うん、何か聞こえたか。波の音に何かの音が混じっているようだ。確かに何かの音がする。この音、誰かがホラ貝を吹いてるみたい。にしても、この曲は音階が合ってないな。聴いていると気持ち悪くなる。ヒロマサ様、今は音階について話してる場合じゃありませんよ。多分海に向かって歩いてくる人たちとこの音には何か関係があるんだろう。さすが生命さん、このホラ貝の音、ずっと私を呼んでいます。うん、思い出しました。前にもこんな音を耳にしたことがあります。え、これって妖怪の呪術なんですか。
私、生命さん。ヤオビクニ、どうしたの？ヤオビクニ、大丈夫か？また私を呼んでいます。霊力を封じた身には少々辛いですね。皆さん、私についてきてください。何が起こっているのか見に行きましょう。ホラ貝の音がだんだん近づいてきた。ヤオビクニ、本当に辛そう。大丈夫か？無理するな。我々が見に行こう。皆さん、本当に優しいですね。え？ヤオビクニ様が話していた妖怪って、こんな子供だったんですか？もうすぐ満ち潮です。こんな危ないところ、早くその子をここから連れて行かないと。お前、どうして一人でこんなところにいるんだ？ここは危ないから、早く離れろ。母上。なんだか私たちの話が聞こえてないみたい。気をつけて。人間の子供じゃありません。妖怪です。危ない。妖気が暴走している。一旦落ち着かせよう。わかりました、生命さん。その印、あなたは陰陽師。母上を呼んでいるのに、なんで陰陽師が？やはり話が通じませんね。とりあえず封印するしかないか。待って、生命さん、封印しないでください。ここは私にお任せください。本当に大丈夫か、ヤオビクニ？大丈夫です、生命さん。休んでいればすぐに回復します。ホラ貝を吹いて私を呼んでいたのはあなたでしょ？そうだ。他の人々もあなたのせいで海に入っていったのですか？そうだ。でも僕は母上を探しているだけなんだ。母上？僕は化けクジラ、母上は人間の大きな船に連れて行かれてしまった。僕はそのずっと待ってるんだけど、母上は現れなくて、漁村で人間の母親と子供が一緒にいるのを見たら羨ましくて、僕の母上も人間に化けて漁村の母親たちの中にいるのかもしれないって思って、だから母上がくれたホラ貝を吹いて母上を呼び戻そうとしてたんだ。そうだったの。本当に悲しい話ですね。悲しい話？なんで？多分あなたのお母さんはもう、カグラ様、なぜ急に口を押さえるんですか？化けクジラ、あなたももう分かっているんでしょ？何を？あなたのお母様はすでにこの世にはいない。もしまだ生きていたら、あなたのホラ貝の音を聞いて探しに来ているはず。でもホラ貝の音が呼んだのは人間ばかりです。その人たちの中にあなたのお母様がいないことにはすでに気づいていたんでしょう。ヤオビクニ、そんな直接的な言い方はちょっと。お母様の優しさが恋しいのでしょう。でもあなたのお母様はもういないのです。これからは一人で強く生きていかなければなりません。僕はちょっとホラ貝を貸してくれないか？はい。カグラ、
霊媒の術で化けクジラの母と話すことはできるか？うん、ホラガイがあれば十分。この世に未練を残すものよ。どうかその声を聞かせて。化けクジラ、我が息子。母上、母上。化けクジラ、またあなたと会えてお母さんは本当に嬉しい。僕もだ母上。僕は母上を誰よりも愛してる。ごめんね、母さんがいない間に悲しい思いをさせてしまって。母さんはもうどこへも行かない。永遠にあなたのそばにいるよ。お前のお母さんの魂はこのホラガイの中にある。お母さんはずっとお前と一緒にいるんだ。わかった、ごめんなさい。母上、一緒に家に帰ろう。化けクジラはもう漁村に戻らないでしょう。でもなんだか悲しくなってきました。ちょっと残酷かもしれませんが、彼は真実と向き合わなければいけません。同情はいりません。どんな理由であっても彼は現実から逃げるために他人を傷つけたのです。ただ弱かったのです。八尾国の言う通りだ。そんな時は他人を傷つけるんじゃなく、なんとか自分が強くなって現状を変えようとすべきなんだ。私も広政さんも悲劇を経験しました。だから私たちは悲しみという感情にどう対処するべきか知っています。でも私が現実と向き合えるようになったのは最近の話です。この点に関しては広政さんは私よりずっと強い方です。はっ、そんなこと言ってもお前を許そうとは思わないぞ。許してほしいなんて思っていません、広政さん。私はただ自分の気持ちに従ってやりたいことをやっただけです。皆さんと仲間になっても皆さんを裏切っても、自分が取った行動には責任を負わなければなりません。皆さんに憎まれても、あるいは皆さんの敵になっても、それは仕方のないことです。最後に皆さんを助けることを選んだのも、許してもらいたかったわけじゃなく、ただそうしたかったからなんです。八尾国。不老不死は辛いものです。辛くて辛くて、これだけ長く生きていても自分が死ねないと認めたくありません。こんな体になってしまった自分を受け入れるのがとても辛いのです。きっと死ねる方法があると自分に言い聞かせ続ける、そう生きていくしかないのです。同情はいりません、ただ弱かったのです。お前のさっきの言葉をそのまま返す。そうです、私は本当に弱かったのです。ただあの瞬間私は決めました。もし生命さんを助けることができるなら逃げることももうやめると。たとえ自分を受け入れなくてはいけなくても、死ぬことができなくなってももう怖くない。だから私は草薙の剣を持って皆さんの前に現れたのです。チッ、ただ現実と向き合うってだけでカッコつけたこと言いやがって。広政さんのように何からも逃げない強さが羨ましいです。弱い人間が
現実から逃げることをやめるのにどれだけの勇気が必要か、多分広政さんには永遠にわからないでしょうね。事実と向き合う必要などない。生命さん、お前の命を終わらせる方法を探す努力をすると言っただろう。だから期待しながら生きてくれ。これは逃げることではない、八尾国。生命。ちゃ、二人ともカッコつきやがって。生命さんは本当に優しいですね。定員に戻ろう、八尾国。でも広政様はまだ怒っていますよ。は、俺の定員じゃないし、生命の好きにすればいい。広政様は素直じゃありませんね。心の底ではもう八尾国様を許してるんじゃないですか。なんだとこの犬から。この定員、ほんの少し戻ってきていないだけなのに、まるで何百年も過ぎたよう。カグラ、大丈夫か。つかの間の平静を楽しむがよい、人間どもめ。この声は、この声はカグラの魂から来ている。さすが我を倒した希代の怨霊人、生命だ。お前はヤマタノオロチ。惜しかったな、生命。お前は我を倒したと思ったが、だがこの世に我が魂のかけらがあって幸運であった。我が魂のかけらよ、あるべき場所へ戻ってくるがよい。待っていろ、陰陽師生命。